立法院の跡地に建てられた記念碑沖縄健康文書館にある立法院の柱。立法院は、米国民政府府令第68号、琉球政府商店により設置された琉球政府の立法機関である。一院制。立法院の権限は、沖縄に適用される全ての立法事項について、立法権を行使することができるが、米国民政府の制約下にあり、 法令の無効を命じられることもあった。1972年5月15日の本土復帰に伴い、琉球政府商店により設置された立法院は廃止され、日本国の地方議会たる沖縄県議会が設けられた。ただし、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第5条第2項により、沖縄県議会議員選挙が実施されるまでは、従来の立法院議員が、 沖縄県議会議員とみなされた。立法院議事堂は、復帰後も、議席の配列が一部変更になったものの、県議会旨として使用されたが、沖縄県庁舎の建設に伴い解体された。立法院本会議場立法院は、沖縄住民の選挙によって選ばれた立法院議員によって構成される一員制の議会である。立法院は、日本の国会や地方議会と同様に、 会期制を採用していた。立法院は委員会中心主義を採用しつつも、読解制を採用していた。第1読解、法案が、各議員に配布され、発議者より、趣旨説明と質疑応答を行い、委員会に付託する。第2読解、法案を付託された委員会で、審査報告を受け、修正案に対する質疑を行う。第3読解、 法案全体の可否につき最終的な審議と採決を行う。立法院の委員会には常設の常任委員会と案件ごとに必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。常任委員会常任委員会前国民政府の布告不礼、指令に反しない限りにおいてその範囲内ではあるが、日本本土においては法律で定めるべき事項に対して 立法権を行使した。立法院が制定する法令は、立法と呼ばれる法形式が取られており、米国民政府の承認を経て施行されていた。立法は、急に本法に優越するため、立法をもって、旧帝国議会制定の法律の改廃が可能であった。よって、日本の地方議会の条例のように、2年以下の懲役、 金庫もしくは100万円以下の罰金もしくは没収、交流、過料、5万円以下の過料という罰則の制限はなく、法理論上は死刑を含む刑罰を定めることができた。立法提出権は議員のみが有し、行政主席には与えられなかった。その代わり、立法が必要とされる場合には、行政主席は参考案がついた立法勧告書を提出することができた。 予算の法的性質をめぐっては、諸説あり、大きく分けて、予算行政説、予算法規運説、予算法律説の3つがあるとされる。立法院では、予算法律説が採用され、予算にも、19年理一法第5と、立法同様の番号が付された。なお、会計年度は、当時のアメリカの会計年度と同じ、7月から6月制、であった。 立法院における会議その他の手続き及び内部の規律について立法院規則を制定する権限を有する。立法院発足当初はなかったが自治権の拡大に伴い行政主席を指名することが可能になった。1968年に行政主席公選制が実現し発展的解消された。1972年5月14日時点での公正である。 立法院議事堂は復帰後も、県議会旨として、県議会旨が完成する1992年まで使用されていた。その後、解体か保存かの問題で数年揺れ、そのまま取り残されたままだったが、1999年になって、ようやく解体された。ありがとうございます。